はい、Bレジェンドカビタニです。今回はですね、こちらも新製品でございます。 Bレジェンドヘンプシードでございます。はい、ヘンプシード、まあ、こう朝ですね、朝の実スーパーフードとしてね、もう結構少し前から、まあ、チアシードとかスーパーフードと言われるものあるんですけれども、今回まあこうオメガ3ね、リノレン酸とかね、オメガ6リノール酸、オレイン酸なんかが良質な脂質が取れるものとしてヘンプシードっていうものをですねご用意しました。そしてまあこう食物が由来なわけなので、食物繊維も豊富に含まれていて、非常にこう体にいいものです。先に開けてみましょうか。はい、これは手で切れます。ここにね、切り込みがあって手で切れます。でどんな感じかというと、こんな感じです。中見るとなんかこう粒々が入ってて、ね、ちょっとグリーンと白っぽいのと、こう粒々が入ってます。乾燥剤入ってますけどね。これをね、ダイレクトに、まあ、こうスプーン、これプロテインと同じですけれども、このスプーンで、まあ、こうダイレクトにね、こんな感じで、わかりにくいか、こんな感じです。こうね、ダイレクトに、うん、あ、おいしい。ダイレクトに食べてもらってもいいですし、サラダなんかにこうかけてもらってもいいですし、なんかスープなんかにね足してもらったりとか、朝から食べるこうシリアルにこう乗せたり入れたりねしてもらうといいんじゃないかなと思います。で、いつも のプロテイン飲むスプーン、今のこのスプーンですね、このスプーンで大体すり切り1杯ぐらいで、10g ぐらい取れますので、まあ1日に、まあ、20-30g 取ってもらえればいいんじゃないかなと思います。で、入ってる分量はご覧いただいてる通り、ちょっと小さいサイズで200g となってます。なのでまあ 20g だったらまあ10回分ぐらいが取れるっていう感じでね、考えてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、今日は僕これのね、おすすめの食べ方をご紹介したいと思います。僕はヘンプシード食べるときはシリアルにね、シリアルに入れて食べるか、あるいはヨーグルトと混ぜて食べるケースが多いです。今回まあおすすめするヨーグルト2つ用意しました。ブルガリアヨーグルトとですね、あとまあ、オイコスですね。オイコス、まあ、2つヨーグルト用意してみましたので、ちょっとこのヨーグルトに入れてね食べてみたいなと思います。まあ、これスプーン1杯ですね。スプーン1杯でも結構なんで、もう1杯ぐらいにしとこうかな。 10g こんな感じです。もう山盛りになっちゃいました。これをこう混ぜてですね、混ぜ混ぜしてですね、見た目ははっきり言って良くないです。こんな感じです。もう直接食べても美味しいんで、味は別に問題ないと思うんですけど、ではいただきます。うん、美味しい美味しい。単純にヨーグルトも美味しいんですけれども、ヨーグルトだけじゃなくてちょっとこう歯ごたえがね、食感が出るのでいいと思います。今結構ね、上に入れると 10g でも山盛りだったんで、1杯で終わりにしてたんですけど、もう1杯入れて 20g 相当にします。これでも多分ね、混ぜ混ぜするとちょうどいいんじゃないかなと。こんな感じです。食べてみます。うん、ヨーグルトはヨーグルトで美味しいんだけど、歯ごたえ、やっぱこう咀嚼したい感ってあるじゃないですか。それが出て、うん、もうこぼれた。サラダにね乗っけてもらってもいいのかなと思います。じゃあオイコスの方も一応食べてみましょう。ヘンプシードいいですね。意外とって言うとダメですね自分で物としてはいいので、このオイルをね、やっぱり良質のオイルを取るっていうのはすごく大事です。オリーブオイルとかアマニ油とかね、はい、入れます。このとりあえず1杯入れて、オリーブオイルとかアマニ油とか、ああいったものを取ることで、いろんなね、いいオイル、オメガ3とかオメガ6とか、まあ本当いろんなオイルあるわけですが、まあもちろんサプリメントから取ってもらってもいいんですけれども、やはりこう、咀嚼を含めて食物から取る、食品から取るっていうのはすごく大事かなと思います。はい、ちょっと混ぜ混ぜするとこんな感じです。ただ普段、ヨーグルト食べる方は、ぜひこれ足してもらうといいと思います。非常に美味しく食べれます。で、僕の場合ね、ヨーグルト食べるとこう咀嚼感が全然なくて、もうゼリーみたいに流し込むだけだから、これ入れることによってこう咀嚼が、まあ多少なりね、咀嚼ができるので、すごくこう感じ的にこう食べた感があるし、やっぱりこう噛むことで満腹中枢も刺激されて食べた感出ますから、ぜひ良質なオイルを取る、そして食物繊維を取るっていうことに加えて、咀嚼がねできるっていうことも含め、ぜひ一度お試しください。まあ本当健康にいいものなので、なんかなんだろう、フルーツジュースとかに足してもいいかもしれないですね。普通の食事になんかこうプラスで足してもらうっていうのもありだと思いますので、非常におすすめです。
健康志向の方はですね、特にこう良質なオイルを取るということは大事だと思いますので、このビーレジェンドヘンプシード食品から取ってもらうのはいかがでしょうか。それでは皆さん、ぜひお試しください。ビーレジェンドヘンプシードでした。